え、まだ上行けんの？上行ったらどうなんの？宇宙です。はじめまして。銀河系やらしてもらってます。おい。お前はギャラクシーだって言われた。うわ、他のギャラ友のとこ会いに行こうぜ。チーズ！こんにちは！カラオケ行こう、カラオケ。飲み行こう。今日空いてる？M78000。今日空いてる？え、まだ上行けんの？これよりも上はおかしない。いや、これよりも上はおかしいやろ。何になんねん。ちょっと。別惑星になったりとかしつつ、これよりも上に行ったらもう完全に飛び出すよね。宇宙、これはもう宇宙。ああ、戻っちゃった。ちゃうわ。よし、これよりも上目指してみるか。おらー、世界の真理みたいなとこ来たんですけど、助けてください。ごめんなさい。軽い気持ちで宇宙出ちゃってすいませんでした。ごめんなさい。すいません。本当に申し訳ない。申し訳ないなっていう気持ちはすごいあって、今。宇宙ってあれなんやろ。未だに、膨張続けてて。なんかもう、すごい、10倍、20倍ってどんどんでかくなり続けてるせいで、宇宙の外には何かがあるんやろうけれども、よくわかってないやろ。あ、こうなってるんですね。あ、さすがにこれ以上上にはいけん。みんな知ってた宇宙の外ってこんな感じらしいで。なんか、人間ってちっぽけやな。そうや。世界はこんなにも広大やのに、人類はなぜ愚かな過ちを繰り返し、争いを繰り返してしまうのか。おお、聞こえるぞ。彼らの声が聞こえる。おお、行かねば。ああ、びっくりした。なになに、ああ、びっくりした。なんか、偉いもん見た気がすんな。気のせいやろうな。いやー、びっくりした。これ逆に言うと、ナノ方向にも無限に行けるってことでは。よーし。やっと地球まで戻ってきたぞ。アイスプラネットやって。入ろう。アイプラ、えらい戻ってしまった。なんか島見つけたいな。やっぱ違う、こんな陽気な氷あるか。違う、星やと、こう、ええ感じに、違う生き物がおったりするんやろな、きっと。入ってこ。おぉ、おぉ、エゾジカ、回っているエゾジカ。ちょっと待って。エゾジカに、俺エゾジカになりたいから、まず、エゾジカになるために、より小さいし、やっぱ、自分よりもまず、いきなりこう、急にちっちゃいもんにはなれへんみたいね。少しずつ、ちょっと待って、いきなり、岩から生物はちょっと厳しい、みたいな顔をされた。あそこ行っちゃいますみたいな顔されたわ。ちょっと待って、じゃあどこなら行けん、お前ならいけるんや。いけるんや。ホッキョクグマとこの岩との関係性、ちょっと待って、クマからいけそうなやつは、でかくはなれるけど小さくはなれんって言われる。よしよし、こいつやな。キツネかな。うん、まあどっちにしろ全部同じ動きするから、もうあんま気にせんとこ。ん？おお、ちっちゃいとこ来た。ちっちゃ嘘やろちっちゃすぎて何か分かれへんやん。でもまあこの雪の大地やったら虫はいてへんよな。虫はちょっと NG みたいな人おったけど、さすがにいけるでしょ。ここなら大丈夫でしょ。もっとよりちっちゃいもの、これ、こっちの方がちっちゃい。ちっちゃくなって、で、え、ちょっと待って、でも俺こっからどうやってちっちゃくなればいい。何、あー、いた雪のみ虫です。怖え
嘘、なんかこんなんいてんの？夢壊れるわ。小学生が気軽に雪舐められへんようになるやんか。やめてくれよ。よりちっちゃいこれに。いや、もっと僕はナノの世界に飛び込みたいですね。限界まで名乗りたい。ちっちゃくなりたいよね。ちっちゃくなりたいわ。え、ちょっと待って、でも、私よりちっちゃいやつ、いてなくない？ナノの限界に来てしまったんかな？早くも。一回、正体がわからんこいつに一回なるわ。一回なって。よし、じゃあ、より正体がわからんこいつになるわ。で、これは、これもなんかでもあれやな。こう、虫的な。あいつでかいもんな。より小さい、より小さいものに。ははは、同族になってしまった。あれ、やっぱさっきのやつが最高にちっちゃかったよな。あがん、ラッチあがへん。雪の世界クソや。You are Poppy。今日のポッピー。ちょっと、違う星行こうぜ。違う星行こうぜってめっちゃ気軽に言うけど。おらー早い。あ、このスピード感久しぶりや。よし、俺違う星に行くぜ。あ、オーロラ。オーロラになりたいな。よし、こんな、しょうもない星入ってもうたわ。ほんまに。もっとイケてる星がええわ。お、なんかようわからん謎の星に来たぞ。こいつは、You are Rock Planet。石の。あれ、ここ一番最初のとこじゃん。ここがロックプラネットやったってことか。なるほど。You are、アリエンプラネット？エイリアン？え？アリエンプラネットってスッて呼んじゃったけど。え？エイリアンプラネットでした。ごっつ気持ち悪い。どうしよう。来るんじゃなかった。カリフラワーみたいなの生えてる。いや、でも、せっかく来たし、もっとナノの方向に小さくなっていこう。息も折れへんな。花。これ何？なんかわからんけど、ごっつはしゃいでるわ。楽しそうやし、ええか。これは、より小さいところに。え？あ、ん？なんか、なんかあんま剣法がええ感じんとこ来てしまった感あるけど。なんかもっとちっちゃくなりたい。もっとちっちゃくなりたい。こいつになり、俺よりもちっちゃいやつおらん？俺よりもちっちゃいやつ探してます。こいつ俺よりちっちゃいんちゃうか？あかん、でも乗り移られへん。ちっちゃくなりたい。もっとなんかちっちゃいの見っけ。ちっちゃく慣れてんのかなんなんかよう分からへんけど。なんかまだ下行ける、下行ける、下行ける、下行く。なんでちっちゃなったら大体なんかいるねん。大体あんま可愛くないやついてんねん。やわ。もっと可愛いのがいいわ。なにこれ。わあ。まごうことなき生死やねんけど、うん、これってもうこれ以上ちっちゃくはなれへんのかな。なんか無限にちっちゃなりたいよな。ん？お、なんか自分よりちっちゃいやつ見っけ。よし、うわ、細胞ですね、もうこれは。え、まだちっちゃなれんの？ちっちゃなる、ちっちゃなる。すいません、なんか気軽な気持ちでちっちゃくなるとか言っちゃって。いや、すいません、なんか
世界はこんなにもマイクロ何ここのこの綺麗なとこ、すごいなんか人生見つめ直させられるわ。え、まだちっちゃなれるやん。どういうことどういうこと、なんか無限にちっちゃくなれんねんけど。だって今まだ出たぞ、ちっちゃくなれますよマーク。はあ、なるほどな。でかなってもこうなるし、ちっちゃなってもこうなるんや。世の中難しいな難しいか。あー、なんか行けるとこまで行こう。うわーすごい SF 映画みたい。俺は行くとこまで行くぞ。そして世界の真理をつかむんや。あ、ちょっとでかくなりました。まだちっちゃいにいる。おー。そしてまだちっちゃくなれるぞ。俺は何？え、まだちっちゃなれる、まだちっちゃなれる。まだちっちゃくなると？宇宙や！ああ、無限ループ。うわあ。なるほどな。こうやって全ての物事は繋がっているんだね。ってことはこのゲーム終わりがないってことだね。じゃあこの辺で終わろうか。ありがとうございました。